お疲れ様です。5000人ありがとうございます。ジャンクスタイルです。いや、チャンネル登録者数5000人、ついに私も5000人様の仲間入りですよ。5000人くらいでって言ったらあれだけどさ、まあ一般的に言えばさ、5000人くらいでお前生きんなよってね、思われるかもしれないですけど、全世界の YouTube、まあ定期的にね動画投稿している人たちの中の上位 5% らしいぜ。まあ1万人になると上位 3% らしいんですけど、上位 5% はなかなかやんな。あ、こんなオタクチャンネルで本当ありがとう。みんなどうしよっか、なんか久しぶりにプレゼント企画でもやっちゃう。何がいいかな、何があるかな、何が欲しいかな。え、違いますよ、何が欲しいかなって。私が欲しいものでしょ、皆さんがプレゼントしてくださるプレゼント企画だよね。てなわけでバースで入荷なってまして、これね、ちょっと いつもだと2袋とかあると思うんですけど、ちょっとね、仕事忙しかったし、で、1軒しか行けてないんです。しかもね、1軒目も、いつもだと、実際お店に行くんですけど、ちょっと忙しくて行けないから電話で聞いたら、多分慣れてない店員さんが最近いらっしゃるんですよね。なんか、オットイルはないかったと思いますみたいな感じで言われて、ないんだと思って。でもなんか、近隣のお店がさ、なんか、入ってるっぽくて、で、お昼休み、まあ、お昼休みなんて自分で設定できるからね。行ったら、あるのよ。あんじゃんみたいな。で、その足で2軒目と思ったけど、ちょっとやっぱ仕事忙しい時もあるさ。僕だって。ね、専業でこんな、動画投稿やってるわけじゃないからね。で、増資案件もそんなにないかなと思って、やっぱとりあえず買ってきたものを出そうか。ね。何買ったんだっけ？あ、そうだ。モントラとレースデーが入荷なってましたね。だから、場所によってはレースデーしか入ってないところがあったっぽいです。しかもレースデーも、すっげえランダムでしたね。なんか私が行ったお店は、まあ、手つかずだと思うんですけど、レースデー3種類しか入ってなかったからね。あ、そう、これ、ダッチチャージャー RT、はい、ピンクのね、可愛いやつ。これ、そう、今回ね、1台ずつしか持ってないんです。なかったんですよね。箱買いしたやつで。で、いつもだと店頭で買ったりして、必ずっていうか、まあ、欲しいもの2台とかね、あって、バースデーさんで、かつ増量するっていう感じなんですけど、今回ね、ドン・キホーテさんのキャンペーンだったんで、ドン・キホーテに行っちゃっててっていうか、で、そこ入荷ならないんですよね、新作がなかなか。モントラなんて数年入ってないと思うんですけど、だからさ、箱で買った、一箱買った1台ずつしかなかったんでね、ちょっとバースデーさん期待してたんですけど、ドン・キホーテに行った後に他の店に行っても、まあ買えないだろうなと思って、もう花から行ってないからね。で、これ、あ、買ってんじゃん、あれ、あ、私ね、これ勘違いしてたわ。エレクトリックビッグフット、これね、実は買ってなかったつもりだった。え、わかる？ごめんなさい、言い方が悪い。買ってなかったと思ってて、やっぱ後になって欲しくなって、やっぱ買っときゃよかったなーってずーっと、午後からずーっとモヤモヤっとしてたまま仕事してたんです。で、夕方ね、ダッシュで買いに行ったらなかったんですよ。なんか売れちゃったなーとか思ったら、それはないよね、自分が買ってるからね。そんなことある？自分が買ったもの忘れてるっていう。え、じゃあ何買ったの、あと。え、私モントラ4台のつもり、あ、待って、めっちゃ買ってんじゃん。えっとデモダービーの金ピカのやつ、はいはい、これ買った、これは覚えてた。だからこれ買ってで、これ買ってないつもりだったんです。まあ、ビッグフットって言ってもビッグフットじゃねえしなとか思って。あららら。で、これはバットモービルね。まあ、これは買うよね。多分これとこれがね、よく売れてたみたいで。あとは、まあでもこの辺も売れてる、たかな、多分。で、え？待って、5台買ってんの？私4台しか買ってないつもりだったんです。はい、ケージラトラ、ヘビちゃんね、買ってますよ、ちゃんとね。
これまたお店行って何かしらあったらねっていうか目があったらね買おうかなとか思ってるんで、西松屋さんとか入らないかな。あ、5台買ってるわ。だから8車種のうち5車種買ってるわ。そうだよ、だから夕方行って3車種しか残ってなくて、だから3車種まあこれですよ、メガレックスとゴジーラと、あとこれスケボー、まあ、これはまあいいかなみたいな、これこの2種は中身同じやつ持ってるし、まあ1台ずつっていうかあるからまあいいやみたいな、多分ちょっとカードが違うと思うんですけど、でまあお金ないし4車種でいいかなと思って絞ったつもりだったんですけど、5車種買ってんじゃん、エレクトリックビッグフット買ってた買えばよかったとかずっと私ブツブツ友人とかに言ってたのにそらないよね、買いに行ってないよね。だから買いに行ってエレクトリックビッグフットないから、あーちゃんと誰か買いに来たなとか思ってたんです。ちゃんとっていうかね、誰か買いに来たからちゃんと選んでるなとか思ってたら、自分じゃんってね、5台も買っちゃってるよ。しかも869円するからね、バースデーさんも。え、プレミアムはちょっと安、あ、プレミアム買ってる、ボトル。プレミアム、あの、レースでのベンツ。これ、そう、759円か、ちょっと安いかなっていうぐらいですけど、モントラやっぱ110円高いときついからね、そんなに買ってないつもりだったです。ごめんね、すごい変な価格になってたから。なんか自分を褒めてあげたいけど、ちゃんと買ってんなーって感じですが、これ明らかに予算オーバーだよね。どうすんの?あ、でも、ベンツはね、あの、なんだっけ、ショートしたらしい?当日、これ売ってるとこに出くわしてないからよくわかんないんですけど、どうもなんか入荷数少なかったっぽくて、バースデーさんもレースデーでこれだけ入ってなかったとか、まあ、さっき言ったみたいな3車種しか入ってなくて、これ入ってたけど、とかいう感じらしいんで、よくわかんないっすね。でもとりあえず、なんか数少ないんだったら買っとこうと、誰か必要となる人がね、あの、友人でいるだろうなと思ってちょっと聞いたらやっぱりいるっていう方いらっしゃったんで、まあ一応買っといてよかったですね。だから転売じゃないよね、友人知人にの分をね買っといて、利益は得られないけど恩は売るっていうねまあでもそういう積み重ねでね、ちゃんと人間関係を構築して、いつかね、あの、たまにちょこちょこねプレゼントいただいたりとかするんで、そう。いや、違う。そういうことじゃない。ごめん。リアルの友人知人の笑顔が見たいだけだよ、私は。って感じで、バースデーさんは、こんな感じだったんですけど、あ、そっか、5台買っちゃってるもんとら。電子マネーっていうか、ペイペイでいつも払ってるからさ、ペイペイってされたら、ちゃんと見てないもんな。現金で支払うとね、こう、これでいくらぐらいだって、5000円越してるよね。あー、電子マネーの良し悪しだよね。ほんとなんかお金使ってる感覚ないもんね。よくほらクレジットカードってお金使ってる感覚ないとかって言うじゃないですか。でもあれって確実に翌月とか、まあ翌々月とかに請求来るわけじゃないですか。電子マネーはある程度ほらチャージしてるからさ、銀行口座から。マジでわかんないからね。でも買って後悔は全然ないし、むしろビッグフットお前やりやがったなって褒めてあげたいけど、予算オーバーだよね。でもうちょっとね、やっぱダッチチャージャーとか欲しかったけど、2軒目行く余力がなかったし、まあ仕方ないよね。まあまあまあ、でも2台あったら十分です。だからこれ、今日買った5車種については2台ずつありますね。で今日これだけだとあれだしょ、あれでしょっていうか十分いいんですけど、普通これだけで1本動画作っちゃうんですけど、特別だよ。今日は2本立てですよ。こちらをね、やりたいと思うんですけど、やりたい?うん、見ていきたいんですけど、エリート64のモディファイド69フォード、あ、ごめん、ピカってた。69フォードマスタングですね。これね、よいしょ、楽しみにしてたんです。ちょっと前に出たのかな?あの、動画でもチラッとね、あの、お見せしたんですけど、今日こちらね、なんと開封しちゃう。今回1台しか買ってないけど、代理購入していただいたんですよ。で、
1台なんですけど、開けちゃう、もう開けたいしね、パッカンできるんでしょ、どこがパッカンできるんだったっけ、書いてないからわかんねえや。しかも今回あれだよ、私の大好きなマスタング、しかも60年代69年のやつですよ。でこれだけだと何が何だかわかんないと思うんで、一応比較対象できるものをね用意してるんで、何がどうなったか、あのモディファイドはどこどうこうどうしてるのかっていうのもね見比べたいと思うので、ぜひね最後までご覧ください。あー開けちゃったよ、もう後戻りできんからなこれそこそこしたような、あれといくらだろう、いくらわかんない、あのお願いしてて買ったから送料込みの値段でお支払いしたんでよくわかんないですけど、あプロテクター、これいつものあのあれですね、エリート64に入ってたやつで、あの独特のやつ、ここはでっかいやつ、ここでっかいやつね、あのカーカルチャーサイズっていうやつですけど、これでしか手に入らないからね、入手性は悪いので、まあカーカルチャーのあのプロテクター欲しい方は概要欄に貼ってます、パックスター株式会社様ね、問い合わせてみてはいかがでしょうか。ということでこれね、そんなにね高級感がある色ではないね、昨日の動画で紹介させていただいたグラチャンのが結構綺麗な色かな。でもホットイルらしいっちゃらしい感じの色ですね。ふーん、いいんじゃない？いいんじゃない？どこがパッカンできる？ここだけだっけ？うわ、どうしたらいいのこれ？なんか開きそうだけどさ、怖っ、開いた開いた、こんな感じ。なんかボンネットが開くっていうよりアベンタドールかな、あれもそうだったけど、パッカーンって分離できる感じですね、はあ、まあ、特に彩色はなくてパーツの構成でやってんのかな。すごいパーツ点数があるんでしょこれ。分解してみたら中もすごいよね。いや、こんな感じこんな感じ、そうそうそう、パッカンギミックありがたいけど、こんなちょっとチリが合ってないのがね。でこんなの顎がニョインとなって、これこれはすごいね。オットイルこれ初めてじゃない、こういうの。はあ、こんな感じこんな感じ、パーツが付けてあんのよ、すごいっすね。ホイールこんな、はあ、ちょっとなんかイメージイラストとは若干色目は違うけど、はあ、でロールバーがこんこアッティーの顔こんなで、羽はね樹脂感もあるだし、これは塗ってほしいよな、せっかくね高いのにねでこんな感じですね。ほーん、マスタングは見えない、ここかな、うん、うん、まあかっこいいけど、かっこいいけど、これが69年のマスタングだよって言われてもパッと見でわかんないっていうね。で比較対象持ってきましたけど、ホットイールじゃない、ホットイールの69年のマスタングって出てるけど、まあ最近あんま出てないし、それと比べるのもなって、一応64分の1って歌ってるしね、これも64分の1ってちゃんとね表記があるものを持ってこようと思ったらなかなかなかった。69年のマスタング、マスタング私好きなんで、結構いろんなメーカーのやつ、例えばジョニーライトニングとか M2 マシーンズとかってあるじゃないですか。で64分の1って歌ってるってアメ車扱ってる旧車、アメ車の旧車扱ってるメーカーって結構あるけど、69年のマスタングはねなかったったのよね、なかった。あ、ジョニーライトニングであったのかな、でもブリバリしてなかったから。でこれグリーンライトの69年のマスタングを持ってきました。でちなみにこれ69年のマスタングって言ってるけど68年のと、こういったボンネットの開き方でいいのにね、あのキャスト一緒でしたからね。これが正確に69年式のマスタングかどうかわからんけど、多分64分の1ということで、でですよこれね、ホイールのほら、なんていうの、ホイールとホイールの間っ
タイヤとタイヤの間とかボディの感じから言うとこれ64分の1なんですよ。やっぱ一緒だ。すごくゴツゴツしてて、なんていうのすごいワイドになってるから、あの、あ、すごいね、こんなのあったんだ、気づかなかった。モールド、そうで、あの64分の1じゃなくないと思ったけど、64分の1ですね。中に入ってるマスタングは64分の1なんだろうね。ほら、お顔とかその面影が全然ないね。で、これ69年のマスタングっぽいか、この辺とかね、やっぱそうだよね。後ろこんなね。そう、だからサイズ感的には、あの64分の1で合ってるんですよ。こんなでかいけど。これになんかフルアーマーみたいな、あの、フルアーマーガンダムみたいな感じで、ボディキットまとってる、ボディキットかどうかかな、モディファイドされた部分をまとってるんですよ。だから特徴的なね、その、お顔なんかも全然違うからさ、わかりづれえよな。だからなんだろう、これだけパッと見たらさ、あ、なんか LB の新作かなとかなんか思っちゃうじゃないですか。でも中身こいつですからね。旧車を、なんだろう、そういったアレンジにしてるっていう感じなんでしょうね。こう比べたらね、やっぱ、中に入ってる人、中の人はこれなんだろうなって、69年のマスタングなんだろうなって感じですね。そっか、これだけ見たら相当でかく見えるけどね。ほら。あ、なるほど。で、全体的な作りは、やっぱ値段違うけど、やっぱグリーンライトより、今回のやつの方がやっぱ重厚感もあるし、いいけど、塗装がちょっと安っぽいのよね。ホットイール。ウィングがチャッチーのがね、せっかくかっこいいのにね、こんな角度なのに。成形色でもいいけど、もうちょっと、あ、これ成形色だよね。塗ってあんのか、一応。塗ってあるっぽい、なんか塗装あれみたいなのがあるからさ、分からんけど、でも塗ったにしてはちょっと安っぽいよな。せっかくこの辺ね、ここまでかっこいいっていうか、あの、こだわって作ってんのに、ウィングで台無しだよね。あと、あ、そうだ、パッカンギミックはここだけだよね。だからそうだ、パッカンギミックでさ、なんか、ボディキットっていうか、そういうの外れて、中からこういったのが出てきたら面白いのにね。それこそフルアーマーガンダムみたいな感じで。まあでもこれはかっこいいから、いいか。じゃあ今回は、実際入荷のバースデーさんで、先週発売のね、モンスタートラックと、ベースデーのベンツを買ってきましたよっていう話と、エリート64の、モディファイド69フォードマスタングを見てったんですけど、いかがでしょうか。意外とモントラ買ってたね。自分でもびっくりだよ。って感じなんですけど、あと、まあ、エリート64の69フォードマスタングは、どうだろうね、やっぱ、好きな人は好きかな。ただアメ車の旧車好きはどうかな。やっぱ、いや、かっこいい、かっこいいけど、こういったほら美しさがあるものをわざわざこう現代風というか、し、なんだろうな、今受けている形、現代風ではないと思うんですけど、このアレンジ自体も今受けてる感じにわざわざやんなくてもよかったかな。でもこういう感じじゃないとなかなかマスタング60年ならね、取り上げてもらえないのかなって感じですね。エリート64もどんどんシリーズ展開があるみたいなんですけど、まあ私はお好みっていうか、自分がね、好みの分をどんどんまた代理購入していただきたいと思いますので、その説はよろしくお願いいたします。じゃあ、あの、冒頭申し上げた、プレゼント企画、前向きにね、ご検討のほどよろしくお願いいたします。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。